ハブは漢字を部首により分類したグループの一つ。後期辞典二214部首では211番目に置かれる。指示は門詞を意味する。牙が奥歯を刺すのに対し、恥は前歯を刺した。その字型の下ブは口の中に歯がある形を全面から見た形にかたどっており、上部の止めは勝負である。引き伸ばして動物の牙、特に造毛を意味した。 さらに引き伸ばして器物に置いて市場に並んでいるものを指す。また牛馬が一年に一つ葉が生えることから牛馬の年齢を表すのに用いられた。引き伸ばして人の年齢を指す。恥はその他、並ぶこと、任用することなどを意味した。なお現代日本では恥が葉の総称として用いられているが、元来、葉の総称として用いられる文字は牙であり、 これは現代中国語においても変わっていない。変貌のイフとしては歯に関することを示す。その多くは左側の辺の位置に置かれる。ハブはこのようなイフを構成要素に持つ漢字を収める。日本の新自体では詩を歯のように簡略化する。一方、中国の簡体字ではこれをとする。し、ありがとうございます。